ニコ・ティンバーゲン、ニコラス・ティンバーゲン、1907年4月15日から1988年12月21日は、著名なオランダの動物行動学者で、鳥類学者。ニコは通称。オランダ語読みでは、ニコラース・ティンベル編。オランダのデンハーグー生まれで、ノーベル経済学賞の初代の受賞者、ヤン・ティンバーゲンの弟としても知られる。 他によく知られたルーク・ティンバーゲンという兄弟もいる。1955年にイギリスの市民権を取得している。1973年、コンラート・ローレンツ、カール・フォン・フリッシュと共にノーベル医学生学賞を受賞した。ティンバーゲンの研究は一部は当時のアメリカ心理学会で有力であった行動主義への反発として行われた。ティンバーゲンは動物の行動が 環境刺激への単なる反応ではなく、より複雑な動物の内面の情動に起因すると考え、行動の生理的、現象的な側面だけでなく、進化的な側面の研究の重要性を強調した。それに関連して示した、生物学の4領域、ティンバーゲンの4つの、なぜとも呼ばれるは、行動生態学など後の行動生物学分野の重要なフレームワークとなっている。 1907年に、オランダのデンハーグで小学校教師だった父親ディルク、ティンベルヘンと母親ヤーネッタ・ファン・エークの間に5人兄弟の3番目として生まれる。ライデン大学に入学すると指導教官と共にハーグ、近くのセグロカモメの映装地で研究を行った。その後、フォンフリッシュの研究とファーブルの著作の影響を受け、ジガバチの寄贈能力を研究対象とした。 1932年から33年にかけて、オランダ派遣団の一員として、まだ西洋化されていなかった、グリーンランドのイヌイットの間で生活を送った。この経験は40年後に、ティンバーゲンが人類の祖先の生活を復元しようと試みたときに、役立てられた。オランダに戻ると、C.J. バンデア・クラーウ教授の下で講師となった。バンデア・クラーウに、 動物行動の講義を命じられたことで本格的に研究を開始する。1936年にバンデア・クラーウは本能に関する小さなシンポジウムのためにコンラート・ローレンツをライデン大学に招き、ティンバーゲンはローレンツと初めて出会った。二人はすぐに意気統合し、ローレンツのアルテンベルクの家に招待されて弟子となった。 オランダへ帰る際にミュンヘンのフォーンフリッシュの研究所を訪問し、同時にナチ党の身長を目の当たりにして不安を覚えた。1938年にアメリカへ招かれ、講演の合間に YMCA とグレーハウンドを利用して各地を旅行した。この間にエルンストマイヤーやロバート・ヤーギーズのもとを訪れた。そこではアメリカの心理学を支配していた。 行動主義に困惑したと後に述べている。オランダへ帰ると間もなく、第二次世界大戦が勃発し、ローレンツとの通信が途絶えた。ローレンツは徴兵され、ティンバーゲンはユダヤ人職員を解雇するという大学の決定に抗議してドイツ軍の補修要所で2年を過ごした。ティンバーゲンがすでに死んだと思っていたローレンツと再会したのはケンブリッジ大学の動物行動学者。 W.H. ソープが1949年に自宅で開いた個人的な催しであった。戦後アメリカ、イギリスに招かれ、マイヤー、デイビッド・ラックと友好を深めたことで進化学と生態学への関心は決定的となった。アメリカでの講義は本能の研究と題されて出版された。ラックとオックスフォードの動物学者アリスター・ハーディは、ティンバーゲンに英国への移住を進めた。 ハーディは行動生物学の研究を励まし、その研究はピーター・メダワーによって支援された。ハーディの後任となった JWS ・プリングルは研究を励ますだけではなく、行動生物学と神経生理学の間の溝を埋めることを進めた。オックスフォード大学に学際的なヒューマンサイエンススクールが設置されたことは動物行動学を人間に適用したいという。 若い頃の癌を刺激することになった。タンザニアの国立公園理事、j s o 援の依頼で、セレンゲティ研究所の設立に協力した。1962年に、王立協会フェローに選出され、1966年に、オックスフォード大学の教授となった。1970年代からは、妻と共に、自閉症の研究に関心を寄せ、 ジェローム・ブルーナーの児童行動学研究所に協力した。しかし彼の自閉症は親の行動に起因するという主張は当時にあっても若干の驚きを引き起こした。1974年にオックスフォード大学を退職した。1988年に自宅で脳卒中のために死去した。受賞対象となったのはイトヨの本能行動に関する研究である。 彼の研究は、もともとは鳥類を対象としていたが、後に、その研究方法を転用して、自閉症児の治療教育の研究も手掛けた。アレクサンダーテクニークの熱心な実践者でもあり、ノーベル賞受賞講演の中でも大きく取り上げて、紹介した。オックスフォード大学ではわずか8年の間に、デズモンド・モリス、パトリック・ベートソン、リチャード・ドーキンスなど優れた、 動物行動学者を育てた。コンラート・ローレンツとアメリカの発達生物学者、ダニエル・レーマンは動物行動の正徒性について長い議論を行った。ローレンツにとっては動物が学習もせずに複雑な行動を行うことこそが重であり、それがどのようなメカニズムによって引き起こされるかは興味の対象外であった。ティンバーゲンはその論争から 動物の行動や性質は様々な次元から説明が可能であり、それらの説明は同時に成り立つこと、そのうちのどれか一つでも欠ければ完全な説明にはならないことに気づいた。これをティンバーゲンの四つのなぜ、四つの質問、四つの柱などとも訳される。と言い、対別するとそれを引き起こす直接的なメカニズムと進化的なメカニズムに分けることができる。 資近要因、直接要因とも訳される、究極要因、進化要因とも訳される。例えば動物が食事をするのは生き延びるためという説明では不十分である。直接その行動を引き起こす動機、空腹を不快に感じると、その機能が合死せず生き延びるは区別しなければならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。